そうで始まりました、もちしゃんです。さあ、久しぶりの、はい、多分ほとんどの方にもう忘れ去られているタクマンと申します。よろしくお願いします。勉強系 YouTuber でしたね。そうですね、5年前にコラボさせていただいてて、結構大学受験の発信をしてました。で、慶応、そうです、令和ロマンと喋って。ああ、そうです、 YouTube の方で同じお笑いサークル OK で、同じお笑いサークルでやってましたからね、はい、そうですね、向こうは M1 チャンピオンまで行ってね、はい、そうなんです。だからそれを受けて、僕も何かトップみたいなところ目指そうということで、はい、ちょっと YouTube 再開してます今。なるほど。それで目指すのがトイック満点だっつったんで、はい、おいおいふざけてねえよ。ふざけじゃねえよ。トイック満点なめすぎだろってことで、慶応の後輩としてね、はい、っと言っとかなきゃいけない。2ヶ月半ぐらいでトイックで満点取りますって言って、9年ぶりにトイックの勉強するっていう。無理に決まってるでしょっていうね。9年前で取った点数が900点ちょうどです、はい、で最近公式問題集10のテスト1を解いて、両方85とかでした。100分の、はいはい、だから公式問題集なんで本番の方が難しいから、だから800ぐらいってことですよ、レベルとして、はい、下手すりゃ700も絶対ない。いやいやいや、そっか、そうですね。そんな人が2ヶ月半でトイック満点目指すとか、1日ほとんど勉強時間に当てても無理だと思いますよ。1日12時間を2ヶ月半やっても、12時間勉強して、ね、2時間睡眠ですか。いやいやいや、さすがにそれはいやー厳しいでしょう。どれだけこの満点が大変かっていうのね、やっぱね、分かんないんでね、多くの視聴者が。そうなんです。なんかしかも変に900とか前取れてるイメージが勝手にあるんで、そこからあと90点じゃんっていう感覚になってるわけですよ。で、そこから先今まで挑もうとしたことはなかったんで、そこから先の景色、難易度がさっぱり分かってなかったかもしれないです。どれぐらいむずいかっていうのも例えるの難しいですけど、500点ぐらいから900点に行く道のりぐらいは長いんじゃないですか。結構長いですね。難易度で言ったらそれ以上ですからね。そうですね、うん、いやでも僕唯一の反論があります。森哲さんがあまりに満点を当たり前のように取るんで、満点が取れるんじゃないかと勝手に錯覚してしまうという事情があると。当たり前に取ってないですからね、そもそも。そんな取れないし、今のトイックで満点なんて。逆に聞きたいんですけど、解いててやべ、これ満点じゃないかもって思うときあるんですか。いや、わかる、ありますよ、全然。ええー、あるんですか。全然ある。別になんか絶対満点取らなきゃって使命感も別にないですから、僕研究しに行ってるだけだから。あ、いや、まあそうですけど、試験の内容を研究してるんで。しかもトイックだけじゃなくて、あらゆるもの取ってるじゃないですか。いろんな試験受けてますね、はい、それでもわからないのって出てくるんですか。全然出ますよ、それは。それは出て、日本語だってね、現代文のやつ読んでてね、知らない漢字だったりとか知らない表現、はい、そんなのよりもよっぽどいっぱい出会う可能性が高いと思いますよ。それでいくと、アメリカ人ジョーカさんがトーフルを取るっていう企画あったじゃないですか。 あれですごい、もうさすがにネイティブなんで高いスコア出るっていうのが分かったんですけど、はい、ネイティブも必ずしもトーイック満点がいきなり取れるかは分かんないですか。どの程度教養があるかによると思います。あ、だからチョーカさんのように大学院出てる、はい、レベルの教養の人だったら余裕で取れるでしょうし、トーフル満点取る人ですから。いや、トーフル満点取る人からするとトーイックなんて遊びに決まってるわけですから。多くの人が、次第の文系が慶応ですけど僕はね、はい、こうバカにするコメント書いてる人たちもトイック受けて全然取れなくて凄さが分かったそうなんですね。でも目指してみないとなんかその難易度って分かんないですね。そうですね、とも思うんで、はい、ちょっとできるところまで目指したいなとは思うんですけど、どんな壁があるのかまだ分かんないですけどね、はい、まずはトイックエッセンシャルズやってもらって、はい、森哲先生の講座をちゃんと買うか分かんないけど。おいくらでしたっけ5000円です。5000円、5000円で、はい、5000円は安いですね、はい、そうです、社会人からすれば安いんですからね。そうですね、公式問題集1冊ちょいぐらいの値段ですもんね。で、まあいっぱいやってるから参考書とかはね、はい、今進めてます。フレーズじゃセンテンス、センテンスの方やってます。金のセンテンスやって、デル線をやってるのと、金の読解、読解ね、をやって、はい、リスニングはあの公式問題集の結構聞いてるみたいな感じで、はいはい、パッケージはやってないか。パッケージはやってないんですよ。金のパッケージやった方がいいんですか。エッセンシャルズとパッケージで、あ、そこ一個、はい、分かりました。で、あと僕のだったらパート1、2、特急ですかね。ああ、はい、これだけなんか売れ続けてます。結構難しくなってるって聞きますもんね。いや、1とかすごい難くなってますよ。ここまで難しくなると予想もしてなかったんで、ちょっと最近のは聞いててえって思いますね。
森哲先生でそれだったらちょっと。いや、で6問あって、いや、また消去法でやれば解けますけど、4×6 で24分あって、24分全文聞き取るのは多分もう無理なんじゃないかっていうぐらい、レベル上がってるなって思いましたね、この間。そうですか。分析したんですよ、聞きながら、何がそう難しくなってるのかなと思ったら、表現とか長さとか、あ、確かに。表現難くなってるし、長くなってるわって思いましたね、聞いてて。あー。わ、じゃあもう僕なんか到底無理ですね。はい。いやいや本当にこれ逆にですけど、はい、僕2ヶ月半で何点取れるのかめちゃくちゃ今自分にワクワクしてきました。おららら、ポジティブもう今までなんか変に満点取ろうって本気で思ってたんですよ。もうなんかそのプレッシャーからちょっと解放されてて昔ね、標準が基礎になっちゃってるんで、本当にパート3、4とか全然ね、今まで出てこなかったような場面がガンガン出てくるんで、いやそこもありますね。僕はそのもう浦島太郎状態だったんで、はい、9年の時を経てるんで、まだ9年前の TOEIC の感覚で900点っていうのがあったんで、990もって思ってたんですけど、じゃあ普通に考えて同じ英語力でも9年前受ける試験と今の TOEIC だと基本スコアは下がっちゃうぐらいの、うん、絶対下がるでしょ。だって形式違うし、9年前。そうですよね、2016年に変更されてますから。あ、じゃあまあ旧形式で TOEIC 取ったスコアは言わない方がいいですね。もうだって今もうスコア2年しかダメですから、 TOEIC 昔みたいにね、はい、期限付きじゃなかったですけど、昔は。今期限ついてますから、はい、じゃあ満点取ってももう2年経ったら取り直さなきゃいけないってことですか。そうですよ、満点だって言ってる人たちもう満点保持者じゃないからな。ちょっと TOEIC 厳しすぎません？そうですね。そんなに難しくして意味ありますか？それでももっと難しくしろって思っちゃうぐらい。そうなんですか。もっとだから満点の中で分けてほしいですもん。あー、もう真の満点そう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 、ちょっと偽満点みたいな感じで、そうそうそう、分けてほしい。今後ですね、はい、見てる方でも社会人の方もいっぱいいると思うんですけど、すぐ司会者すいません、人のチャンネルで厳しく言い始めてすいません、はい、いると思うんですけど、はい、僕みたいに急に満点を目指しますって言ったら、はい、うわあいつ分かってねえなって思われるじゃないですか。何点目指すよって公言するときに、いい点数だけど、あ、この人ちゃんと身の丈に合った点数だなみたいな、その人の身の丈が分かんない確かにその人の身の丈によるじゃあ例えば800とかだとやっぱすごい頑張ってみたいな感じなりますよ、もちろん。でもだって900取っちゃってたから、それは無理ですよね。そうなんです。過去に900取った人が800目指しますよ。いや、それ言えないんです。おかしいから。でもやっぱ難易度めっちゃ上がってるわけですもんね。そうそうそう、950を目指しますとかだったらまだまだいけます。でもそう、インパクトがないですもんね。そうなんですよ、 YouTuber だから。もう僕にコメントが来た通り、無謀すぎると、再生数を取るためだけの企画だっていうコメントがあったんですけど、その通りですね。本当にすいませんでした、TOEIC にかかっている皆様、軽率な発言をしてしまいました。本当に申し訳ございませんでした。応援はしますので。はい、満点を取る応援じゃないですよ。あ、満点を取る応援ではない。だって無理だもん、そんな。いや、絶対もう絶対無理、はい、満点取りたいんだったら英語圏に行って、はい、もうずっと英語に触れながら、はい、TOEIC の勉強もするっていう、それはそれやんなきゃいけないんで、英語の勉強の応援はしますみたいな。あ、わかりました。じゃあちゃんとこれどんな点数だっても試験受け終わったらすぐに動画は出そうと思うので。わかりました。皆さんぜひ楽しみにしておいていただいてこれ800点台も十分もちろんありますし。じゃあ罰ゲーム決めるってことですか。決めましょう。お、決めましょう、はい、もうプレッシャーかけないと、一旦もう満点はもういいやってちょっと今なっちゃったんで。950いかなかったらどうしますか。自分で決めるんですか、罰ゲームを。決めてください。なんか決めてください。いや、なんか、いや今のは、いや、むずいな。なんかないかなって思って、結婚指輪ぐらいしか見えないから離婚するとか。いやいやいや、重大すぎません。それは重大すぎる。それはできないから、はい、ポケプレゼント。あ、これですか。わかんないです、価値とか俺時計しないからわかんない。残念ながら7000円で。安かった。安い、安かった。ぜひコメントなんでね、いい罰ゲーム案があったら、ね、あれですね、それを採用。たわしさん落としたのもありますかね。バンジーさせましたからね。超怖がりなのに本当にバンジーさせましたから。いやいやいや、バンジーは結構きついですよね、あれ。何カメもあるから、編集もクソ大変だったよね。そうなんですか。もう何日間にわたって編集して全然伸びないっていうね、もう赤字。バンジー代の方が全然金かかって。今の伸びてるたわしさんだったらね、よかったんですけど、はい、今の人気者だから、はい、ということ
でございました。はい、じゃあタックマン、はい、まずはじゃあもう950、はい、応援しております、ね、はい、頑張ります、はい、じゃあ罰ゲームはぜひコメント欄にお願いいたします、はい、皆さんお手柔らかにどうぞよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。 またね、満点目指すとか言った YouTube がいたらお知らせいただいてすぐにもう呼び出して、はい、僕みたいなのがいるかもしれませんので、あ、売名ではやらないでください全然知らない YouTuber 急に急に言っても困るからね、はいはい、すいませんでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。